はい、遠野江です。今ですね、2024年の3月26日です。で、目黒川沿いに来ておりまして、実は、大川総裁の核俳句集のゆかりの地を散歩しようということで、ちょっと桜の季節ですから、まあ、満開だろうと思ってですね、3月25、26、27、2泊3日でいろいろ企画を組んできたんですね。ところが見ての通り、今日中日の26日なんですけど、気候が寒くて全く咲いておりません。目の前はこれ目黒川なんですよね。ここはもう桜の名所で、満開になったらもう見事に桜が咲くところですが、全く咲いてないということでですね、まあこれもしょうがなしと、これも一つの現実ということで、核俳句は現実を読んでいくノンフィクション性があるというものなので、我々もその精神でですね、ありのままを取って残したいと思ってます。まあ、桜にちなんだ句がたくさんあるのと、あと東京関係のですね句がたくさんあるので、まあ、そこをですね狙って企画を組んできております。まあ、今日中日なんで、昨日実はもうある程度回ってきてるんですけど、例えば目黒川はですね、桜の季節の句としてはこういうものがあるんですね。2というのは核俳句集4つの中の2番目ですから、1年3000章を超えるだと思いますけど、その131番、目黒川に花吹雪流るる花びら、子らの思い出よぎると、こういう句ですね。2022年3月30日、今から2年前の句です。ご解説は、桜の満開に間に合ったが、見ているうちにも花吹雪、子供たちが小さい時にも毎年来たかなと、だから毎年来ておられたところなんですね。まあ、そういう句がございます。ということで、この目黒川以外にもですね、神楽坂、この辺も結構桜の季節にいろいろ読まれてるし、ちょっと桜より早かった頃ですね、にも読まれてるし、それからあとは広尾ですね、広尾通りのあたりも読まれてて、今回回るところに入っています。それからもう一つは、巣鴨ですね。これは、まあ、桜の季節じゃないんですけど、まあ、巣鴨のあたりもですね、大川総裁いろんなお店をよくご存知で、有名なゆかりの店を回っておられるの でジョン・レノンゆかりの店とかですね、これは神楽坂ですけど、まあ、お店よくご存知で、そういうところを回っておられるので、そこをですね、全部予約入れております。だから、まあ、その辺お見せできるかと思ってますので、楽しみにしていただければと思います。じゃあ、とりあえず、目黒川沿いからでした。今巣鴨のですね、商店街に来てるんですよね。ここが老人の原宿と言われたところで、大川総裁がですね、2021年の12月19日に、塩さんと一緒にここを散歩されてます。で、中心にトゲ抜き地蔵があるんですけど、この辺りでいくつかのお店に入られてるんですよね。で、今、右手に見えてるのが結構有名な塩大福ですね。塩子の塩です。塩大福、これもう全国的に有名なところで、後でちょっと買ってみようと思ってますけど、ここはまあ句には読まれてないんですけど、塩大福ですから多分これ買われたんじゃないかなと思うところですね。塩大福水野で、この先に、トゲ抜き地蔵があってですね、まあ、そこでもカレーうどん食べられてるんで、今からちょっと昼食にそこ向かおうと思ってます。まあ、いろんな店があって結構楽しいところですね。はい、ここトゲ抜き地蔵です。トゲを抜く地蔵さんだからトゲ抜き地蔵と、まあ、健康長寿を司っている地蔵尊ですけれども、ここで大川総裁一句読まれてますね。1-176、美しき夢未だ破れず、木枯らしの中1万歩歩くと。ご解説が、悩みながらも体はまだ鍛えている、これからが死神との戦いの本番だ、トゲ抜き地蔵では間に合うまいということで、トゲ抜き地蔵に頼るだけでは健康長寿が得られないだろうということで、まあ、1万歩歩かれてるわけですよね。体を鍛えておられると。これが同じ日、2021年12月19日で、
この当時、大川総裁65歳5ヶ月で、ちょうど今私が同じ65歳の6ヶ月なんで、まあなんかすごく同じ心境ですね。ここからが死神との戦いだということでですね、まあ頑張らないといけないなという年代であります。トゲ抜き地蔵来るのはちゃんと入るの初めてなんでちょっとよくわかんないですけど、この中ここですよね。はい、ここがトゲ抜き地蔵です。はい、ここトゲ抜き地蔵村の正面ですね。はい、ここがですねカレーうどん屋の、これ粉屋って読むんですかね、ちょっと違ったら申し訳ないですけれども、ここでですね、一句読まれてますね。九条ネギカレーうどん、昼食は小さくなって食べており、ご解説、水戸の黄門さんみたいに庶民に紛れると。だから地球神がここで庶民に紛れてカレーうどんを吸っておられたということで、もうちょっと入ってみたいと思います。まあ、中でもし、撮影ができたら中をお見せしようと思ってます。はい、来ました。これがですね九条ネギ刻み揚げカレーうどん1430円ですね。で、向こう側にあるのが季節のかき揚げ480円。1983年にここが、まあ、準手打ちうどん屋としてスタートした、やっぱ粉屋というらしいですね。で、ただあのその中でこのカレーうどんのメニューがヒットして、これでまあカレーうどん屋あの専門店的になって、まあ、これが大川総裁夫妻が食べられた九条ネギ刻み揚げカレーうどんです。はい、食べ終わりました。非常にクリーミーなカレーうどんで上品な味でした。で、九条ネギですからやっぱり京風ですよね。九条ネギっていうのは京都の九条で採れたネギなので、まあ、京都の京野菜ですかのに指定されているものであります。なんでまあ京風の非常に品のいい味で、もうすぐ隣がこれトゲ抜き地蔵ですから、まあ、トゲ抜き地場ですよね。だからなんか食べてて健康にいいカレーうどんという感じがありました。1983年に創業ですから、大川総裁が退後して2年後ですね。まあその頃に産声を上げた、まあ結構古いカレーうどん屋でありました。はい、ここお目当てのお店ですね。マルジというお店で、ここで一句読まれてます。生活医療品172番、孫2人に青と赤のちゃんちゃんこ買う。で、ご解説が手作りで小さい子用は難しいのだと、70から80歳が作るらしと、同じ12月19日2021年に読まれたものであります。で、このマルジっていうのはこの道を挟んで1号店2号店両方ありまして、多分ちょっと品揃えが違ってるんでしょうけど、まあ、ここで、ちゃんちゃんことか買われているわけですね。なんかあの赤いパンツを履くと血行良くなるそうで、そういうの売ってますよね。そこにもなんか赤パン屋がありました。私も買ってみようかなと思ってます。子供用の男物、子供それから女用のちゃんちゃんこれですね。ちゃんちゃん、はい、はい、これこっちが女の子用でね。この大きさしかない、はい、はいはい、ありがとう、はい。これさっきのあのお店じゃなくて、ちょっとそこから離れた布団屋さんにありました。だからマルジじゃないですね。おそらく今のやつじゃないですかね。このお店ですね、多分新宮篠原。見たところドンピシャのなものだったんで、多分ここだと思います。そう、さっきのマルジのお店の人にもここを教えてもらいました。はい、ここで買われた可能性がありますね。はい、これ駅前の福島屋というお店、ですね、お菓子と喫茶でここで一句呼ばれてます。1-120番、再婚9周年、もちくりぜんざいで祝うなり。ご解説が、これもまた古い巣鴨の店でと、2021年12月19日同じ日ですね。まあ、ちょうどあの我々もですね結婚30周年なんですよね。あの真珠婚というらしいんですけど、まあ、そんな共通点がありながらこの店に来てます。ちょっと中入ってみようと思います。はい、これがですね福島屋の、
もち栗ぜんざいですね、まあ、正式名は栗ぜんざいというみたいですけど、豪華ご夫婦がここで食されて再婚9周年を祝われて、我々は30周年をこれで祝いたいと思います。はい、雨の神楽坂ですね。はい、向こうが飯田橋の駅の方です。こっちが牛込神楽坂の方ですね。で、ここもですね、大川総裁、核俳句読まれてます。ちょっと番号分かりませんけども、夏目漱石が買い物に歩きたる神楽坂で、この目の前に見えてるのがですね、善国寺という日蓮宗のお寺で、この句のご解説、中央の日蓮宗の寺は阿波踊りの出発点らしいと、ここから阿波踊りが、ね、出てたらしいんですよね。毘沙門天を祀っているところらしいです。毘沙門天系ですね。ちょっと中入ってみましょう。ここに毘沙門天とちょっと読みにくいですけど書いてあります。善国寺ですね、日蓮宗系のお寺。まあ雨ですね桜の時期なんですけど、まあ、全く桜は咲いておりません。まあ、これもまあ2024年の現実なのかもしれません。まあ、今年は元旦からですね、能登半島地震で厳しい1年の始まりでしたけど、桜もですねまだ全然咲いてなくて、まあ、なんかちょっと厳しい年を象徴するような感じがしなくもありません。雨の神楽坂善国寺でした。引き続き雨の神楽坂ですけれども、前に見えてる伊豆洲という店はですね、これ結構老舗の、まあ、和菓子屋さんですね。この伊豆洲でも一句読まれてますから、ご紹介しておきたいと思います。本当最近ですね、2023年1月30日の句ですね。このいすゞで、うぐいす餅書いて神楽坂ゆるりと下りたり、散歩の土産、今日は石段のある小道にたくさん踏み込んだということで、ここでうぐいす餅売ってて、それが結構有名であります。我々もこれからちょっと買ってみようと思ってます。これ伊豆洲の店内で目の前にあるのが、これうぐいす餅ですね。うぐいす餅とかいろんな和菓子がございます。我々はうぐいす餅とこの神楽坂まんじゅうというものを買いました。どれだかな、この辺にありますね。はい、こういう和菓子屋伊豆洲でした。はい、神楽坂から一本小道に入っていって、ここにあるのがエイリン中華料理屋エイリンの神楽坂店です。ここで、大川総裁一句読まれてます。2023年1月30日さっきと同じですね。ジョン・レノンの好きな中華、核俳句3の打ち上げにと、でご解説、軽井沢と同じ味でした。このエイリンというのは軽井沢に本店があるみたいですね。で創業が昭和31年と、ということは大川総裁と同じ年なんですよね。でジョン・レノンも非常に愛された軽井沢の中華料理屋ですね。まあそこそこ高級な中華料理屋で、大川総裁いろいろ高級なお店よくご存知なんですね。ご夫妻でよくいろんな場所に行かれてます。でちょっとこの軽井沢店、ここには大川総裁入られてますから、我々もちょっと中に入ってみたいと思います。中で取れたらまたご紹介をいたします。はい、エイリン中で料理取ることできました。これはエイリンの名物料理のフカヒレの姿にですね、軽井沢と同じ味がするというもので、まあおそらく食されたことが総裁にもおありだと思います。フカヒレの姿に、はい、それでこれがですね、この店から発祥されたスーラータンメンといいまして、スーラータンっていうのは中国の料理にはあるんですけど、ここの赤坂の料理長が麺好きで、ここに麺を入れてスーラータン麺にしたらしいんですね。さっきこの店の人に聞きましたけど、で
でそれが元祖で、この40年間ここから始まったもので、十数年前に明星食品からいわゆるその袋物のあれですよね、即席スーラータンメンが全国で売られてると、その発祥になったものであります。だから、まあ、間違いなくジョン・レノンも大川総裁も食べられているものであります。はい、ここはですね、飯田橋のお堀バターのカフェ、カナルカフェという、ところで、まあ普通だったらこれ桜が咲いてる時期なんでこのカフェはもう大入り満員なんですけど、今日はまだ桜咲いてないし雨なんで、観客なんと我々だけですねちょっともうありえないような状況になってますけど、誰もいない遊園地に来ての感じですけど、まあ、これも2024年のリアルなドキュメンタルということでですね、まあ、核愛国の精神もドキュメンタリーと言われてますので、お届けしてます。でここで大川総裁読まれてるんですね、句を、それがこれも2023年1月30日だから、もう本当に3月2日までもうあと1ヶ月ぐらいのですね時期です。まあ、そんな時期にですね、お堀端のカフェ、電車の行き来が面白かり。さっき言ったように、この前をですね、これは中央線とそれから総武線がこう走ってるわけですね。で、ご解説、桜の枯れ木があと50日で満開か、黒鯉たくさん泳ぐと。ちょっともうここから見えませんけど濃いですね。水面には一面の光、龍ちゃんに電車の動画をと妻、龍一くんにこの電車の通ってるのが面白いということで、この動画をですね、翔さんが撮ってるということであります。まあ、そんな2024年3月26日のリアルなドキュメンタリーでありました。はい、雨の疲労通りです。夜の21時なんでもうちょっと見えませんけれども、ここ桜並木、満開になったらここ桜並木になるところで、ここでも、総裁先生こう呼ばれてます。2-133ですね。だから1年3連勝を超えるの、中で疲労の桜並木、歩道の花びらを絨毯のように踏み歩く。ご解説は、広尾通りも有名な桜の名所、満開から葉桜に向かう最後の一日、妻と桜の花びらを数えるように歩く。2022年3月31日、2年前に読まれております。はい、遠野江です。東京核俳句散歩の今日最終日、2024年の3月の27日ですけど、今日は快晴です。2日間雨に降られましたけれども快晴で、ひょっとしたら桜が開花してるかもしれません。で今銀座4丁目に来てまして、まあ、銀座通りですね。でこっち側が東京側、こっち側がいわゆる新橋側ですね。で今我々はですね、椿屋コーヒー店の前に来ております。で実はここで大川総裁ですね、一句読まれております。2021年の12月28日核愛区1-192銀座椿屋カフェに大正の香り、1万歩こゆるもパウリスタに届かず。ご解説、日本橋で買い物してから歩く。文豪たちの集った銀ブラのブラジルコーヒーパウリスタまでは行けず、まあ、こういうもので、日本橋ってのはこっち側ですね。こっち側からずっと歩いてこられて1万歩でここの椿屋まで来たんですけど、パウリスタというのはここからさらに、まあどうですか、小1キロ1キロないと思いますけど、あった左側にですね、パウリスタというコーヒー屋があってですね、これはブラジルにある大通りの名前なんですね。まあ言ってみたら御堂筋通りみたいな。で私たちもですね、今から何年前ですかね、15年、5、6年ぐらい前にブラジルにいた時、そのパウリスタ通りの割とすぐ近くに
住んでおりました。そのアパートですね、まあ、向こうではアパート、こっちではマンションですね、そのパウリスタ、まではですね、行けなかったということですね。すごくあの古いいい感じの喫茶店があるんですけど、そうじゃなくてこっちの銀座のつぶやき屋の方に入ってご夫婦で休まれたということであります。ちょっと中入ってみようと思います。これつばき屋コーヒー店の内部です。つばき屋銀座新館に来てますね。で前にあるのがつばき屋特製アイスコーヒーで、なんで特製かというと、この氷がこれコーヒーを凍らせた氷なんですね、はい、で向こうにあるのはつばき屋コーヒーの浅入りブレンドです。でこれ中にですね、こういうふうなあのステンドグラス、これちゃんと作られたステンドグラスなんですよね。でこれおそらくですね、椿屋っていうのは大正ロマンを、まあ、体現したコーヒー店でありまして、これおそらく銀座の大正時代の風景だと思うんですね。だからみんなあの馬車で、移動したり人力車走ったり、みんな着物着たりしてて、まあ、これあの上に多分これ桜が咲いてると思うんですね。ちょうど今の季節にぴったりの、まあ、そんな椿屋コーヒー店、大川総裁、自分は学生時代の仲間からお前は大正時代の人間みたいだと言われてたみたいですから、まあ、ご本人はあの名城男になりたいとおっしゃったぐらいなんで、まあ、こういうこのクラシックなテイストを愛されたんじゃないかと思います。ここでコーヒー飲まれたわけですね。はい、快晴の銀座通りですね、はい、でそこで今フルラ、もう銀座4丁目の交差点に近いフルラに来てまして、私は入ったことないんですけど、まあいろいろとおしゃれ用品の売ってるところですよね。でここで大川総裁一句読まれてます。2021年12月28日師走ですね、1-193、10年ぶりにフルラを覗く、地下のカフェなく寂しい、ご解説塩に結婚しようかと言ったカフェはもうなかった。ですからこの地下にですね、あのカフェがあったみたいで、そこで大川総裁が塩さんにプロポーズされたという場所にいらっしゃって、まあそれはなかったので寂しかったということだという句ですね、はい。まあ、銀座はあの大川総裁が愛されてよく歩かれたところだと聞いてますので、まあ今回ゆかりの地の一つとしてご紹介させていただきました。はい、ここはですね東銀座です。歌舞伎座の裏側にある木の花という喫茶店で、核俳句の関連ではないんですけど、ジョン・レノンと小野陽子がふらっと立ち寄った喫茶店がこの木の花で、まあ、結構そういう意味では有名な喫茶店なんですね。カレーが美味しいお店で、木の花がですねオープンしたのはかなり何十年も前なんですけど、オープン4日目にジョン・レノンと小野陽子がフラッと現れて、で、今ジョンと陽子が座った席はですねジョンと陽子のテーブルとなってるそうで、まあ、知る人ぞ知る喫茶店ですね、はい。まあ、そういうところにやってまいりました。これから中に入ってみたいと思います。はい、ここにジョン・レノンと木の花と書いてありますね。1979年の夏みたいです。この小さな階段を上って木の花の扉を開いたと。築地の映画館までハイヤーで来ると子供たちだけ降ろして、でまあなんかここに来られたみたいですね、はい、はい。まあ、そんなゆかりの場所であります。はい、木の花の中に入ってまいりました。ここがジョンとヨーコのテーブルなんですね、はい。ここに座ってこの写真があってでですね、ここにジョンとヨーコのサインがあります。右側がジョン、左側がヨーコの似顔絵で、夢を持とうってこれヨーコさんの方の字ですかねが書かれています。上にあるのはジョン・レノンのサインでしょう、はい。やってまいりました。はい、これがレノンセットです。コーヒーはコロンビア、それからこの何ですかクッキーですかね、はい、アーモンドクッキー、これがレノンセットであります。目黒川沿いに再び来ている今日3月27日です。25、26とはもう結構な雨だったんですけど、今日はもうご覧の通り雲一つない快晴ですね。つぼみが開花するかなと思って来たんですけど、まだ開花はしてないですね。
残念ながら。で普通だったらもう完全に満開の時期なんですけど、今年は寒かったんで、まあ、まだ開花してなくて、おそらく3月の末から4月頭にかけてぐらいに満開かなというふうに思いますけど、まあ、残念ながらですね、我々は四国から来てるので、25、26、27、この3日間は桜は見れなかったということで、ただ東京の核俳句ゆかりの地はもう企画したとこ全部回れましたんで、まあ、それで動画でお上げしたいと思ってます。これ目黒川ですね、はい、で大川総裁はこの目黒川に毎年のように桜を見に来られてましたので、まあ、そういう場所にですね、この季節来させていただいたということで、まあ、最終日に雲一つない快晴に恵まれたということで、一応ひとまずこの動画を閉じたいと思います。ありがとうございました。はい、ここに小さく桜が咲き始めておりました。最後にお見せしておきたいと思います。ここにも咲いておりました。咲き始めですね、はい、桜が咲き始めております。はい、ここにも咲き始めておりました。ここちょっといろいろ咲いてますよね、はい、快晴の空をバックに桜の咲き始め、目黒川です。